小坂美雪です。よろしくお願いします。今日はお腹の話をしようかなと思ってここにやってきました。で、お腹がなぜ大切なのか、それを話していきたいと思うんですけど、お腹もそうですし、まあ、脳もそうなんですけど、こう神経細胞が結構多いんです、体の中で。で、お腹の神経細胞ってどれぐらいあるか知ってますか？全くわからない。知ってる人いるでしょ。生体で話しませんでした。あれ？あれ？話してないですか？話してない。ね、1億個あります。神経細胞。お腹だけで。お腹だけで。腸ですよ。腸だけで。じゃあ、こう。脳って神経細胞の塊なんですけど、何個あるでしょう？何個ぐらい？腸が1億個。脳は？2億。2億個もっとじゃない？もっともっと。3兆。3兆。3兆。僕1億くらいしかないかもしれない。人によって違うのかもしれない。違うのかもしれない。そう、人によって数は違うんですけれども、100億から200倍、うん、だから100倍から200倍ぐらい脳の神経細胞は腸よりも多い。だから指令を与えるには適してるんです。ただなんで、じゃあ初めに戻るとお腹って大事なのか話になってきた時に、その1億個がやりたいことをやろうっていう力を持ってる、エネルギーを持ってる。で、それをせき止める、制御する、止めようとする力が100億から200個あるんです。だから1億の力でやるぞって言ってるけど、100億から200でやめとけよみたいな感じで止めるんです。だからほとんどやらない。だから本来のやりたいことってわからなくなっちゃうんです、止めすぎて。で、なんで止めすぎるかっていうのをこれから話したいと思います。で、お腹のちょっと腸、どこからどこまであるか分かりますか？腸、腸7メートル。7メートル突然出た7メートル大腸ですね。はい小腸も合わせるとどこからあるでしょう。はい、触ってみてください。触って。はい。自分の腸。そう。そうですね。そうですね。みんな結構分かってる。そう。この胃の下、ちょうどこうくぼましたら、くぼんだところからお尻の穴、ここまで全部あります。だから高さ的には肘からこの手首ぐらいまでの長さ、こんだけの長さがあります。だから腸ってすんごく長いんですよ。で、日本人は特に世界の中で長いされている。そう、なぜ日本人は腸は長いでしょう。野菜食系、穀物ですか。気が長い。いやでもその通りで、感情とリンクしてるんですよ、腸って。だから幸せだなとか悲しいなとか感じるのは腸って言われてて、脳で感じてるわけではないというふうにされています。だから腸で感じたものを脳が受け取って、あれ悲しいのかなとか、腸から受け取って、あれ嬉しいのかなっていうふうに感じることができる。で、そのお腹の始まりなんですけど、起源は40億年前からあります。で、ちょうどこの核みたいな細胞があって、まん丸のイクラみたいな感じで、まん丸いところにちょんって核があって、それが海の中で泳ぎます。で、それになるとどうなるかというと、植物でもなければ動物でもない。で、それが細胞分裂繰り返していく。で、どうなっていくかというと、
餌を食べたいから、こう、丸かったのが、カッて、口開いて、こうやって、食べる。ほんで、食べては出して、食べては出して、食べては出して、どん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 大きくなって、この口が大きくなってきて、疲れちゃいました。同じところから入って、同じところから出るから、すごくエネルギーを使うんです。なので、そうだ。入り口と出口を作るし。ということで、入り口から入って、出口から出るっていうスムーズな通路みたいなものを作ったんですね。で、それが腸の原型って言われてて、その過去から急に、まあ、すっごく長い間かかるんですけど、その核の状態から筒状になる。それが生物の始まりなんですね。だから脳ができる前から腸っていうのがあるんですよ。だから何にも考えないで食べて私、食べて私っていうのを繰り返してる時期がすごい長い間あるんです。で、その時にそれでも疲れると。入り口から入って出口から出ちゃうから全然貯蔵ができないんですよ。スルーしちゃうから。じゃあどうなるかというと、貯蔵庫を作りましょう。で、その時に最初の神経細胞の核のところの近くにすぐに栄養を取り入れるような貯蔵庫を作る。それがカルシウムの塊だから一番入る。で、それが今のこの骨盤のちょうど真ん中のこれ仙骨と呼ばれる骨があるんですけど、その骨が一番最初にできたっていう。だから核から腸になって、腸のところに急に骨ができた。で、このカルシウムから栄養をまた取り出して、どん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 栄養を送ることができるので、栄養が食べられなかった時でも蓄えとしてカルシウムを置いとけるようになったんですよ、骨があること。だから最初は脳は頭はなくてお腹だけで動いてる。しかも後ろにこの仙骨を背負ってずっと動きながら栄養を取ってる時期があるんです。というわけで、一番初めはお腹から動くっていうのがもう潜在的に残ってるんですよ。なので、おへそでつながってますよ、生まれた時に。頭でこうやってつながってたわけじゃないでしょ、こうやってここでつながってたでしょ。だからお腹って常に始まりなんですよ。だから先ほどのお腹が大事っていうのも、一番最初に体が動くところっていうふうにされていて、お腹に力が入ってから全部が動くんだっていう、その体の仕組みができてるから、お腹に力を入れると急に姿勢が変わってくるんです。でも手だけグッて入れてみて、姿勢変えなくても入れれるんですよ。目だけ入れてください。目だけ力入れることできますか？取れたらそう。だからお腹って基本的に一番最初にグッて入れ込んだら、まあ、例えば入れるしよう、こうやって入れ込んだら全体的にグッて引き上がるようになってるんです。で、それも先ほどのこの中心核で仙骨で背骨っていう、そのお腹から出来上がって頭の方に進んでいきますよ。まあ、お魚さんを想像してもらったら、こう口の方に進んでいく、まあ、頭の方に進んでいくっていうのがあって、この骨盤はこういうふうについていって頭の方にこうそのまま進んでいきますよ、まあ、四つ足動物だったらこの方向にこう進んでいきますよっていうのが体の使い方なんです。だから二足歩行になったとしてもそれは一緒なんですよ。こっからこっち、こっからこっち言ったと思うんですけど、足から出しちゃうんですよね足から出しちゃうんですよね、こうやってこうやってこうやって足から出しちゃうんですよ。で、そうなるとどうなるかというと、
こうやってずっとやる進めないみたいな感じになっちゃって体がどんどんしんどくなっちゃう。で、それに陥ってます。で、それの一つ、なぜ足から出すんでしょう。一番初めの話を思い出した。お腹の次に何話しました。脳が。そうです、脳の話をしました。脳は100億から200億の神経細胞でお腹の力を制御してるっていうふうにご説明しました。だから頭でこうしなきゃとか、あれやらなきゃとか、朝起きなきゃ、いろんなことを考えて人に気を使ってさまざまなことをしてる間に脳が主導権握っちゃうと制御するばっかり、止める動きばっかりになっちゃうんです。でそうなるとお腹の動きっていうのは一旦停止してしまって先端から動くようになるんですよ。手だけ動いたりとか足が動いたりとか目だけが動いたりとか、そういう先っぽばっかり動く、止めるために。だから歩こうって思ってもこうやったら本当は止まるんですね。足ってこうやって出すと止まるんですよ。でも歩いてくださいって言われたらこうやって歩く、足から。だから止めてばかり。で動き出そうっていうこういう体幹の力じゃなくて、もう止まるっていう動き方ばっかりだし、だからどんどんお腹が前に出ちゃう。びっくりこけそうみたいなっていう状態になってしまうから、足がしんどいっていう人もいれば、お腹が出ちゃいますっていう人もいるし、こうなったら頭を前にしとかないといけないんで、首がしんどいなっていう人もいるし、さまざまなことが起こってくる。だから頭を使いすぎて、本来のお腹の力だったりとか、この動き、体幹力を使えないと、本当にしんどいところだらけ。こう、首は凝るし、膝も痛いし、腰もしんどいし、なんか怪我して転んだし、みたいな、様々なことが起こってくるので、それにもはや、なってると思うんですよ。だから、自覚した方がいいと思う。お腹の力を忘れている集団。なんで忘れてるんですよ。でもなぜだか幸せそうっていう。私も幸せそう。なんか幸せそう。それは自由だからだ。なんか体はおかしいのに自由に動いてる。めちゃくちゃ不思議な人たちっていうことなんですけど、ちょっと出てきてもらっていいですか。私ですか。勇気のある人。勇気ある人はいい。勇気あるかどうかわかんないけど。若い人の方がいいって一番年ですかね。一番若い人は誰ですか。一番若い人はどうですか。若い人はいいね。いや、若いですよね。若くないです。いや、多分ね、まだ言ったじゃないですか。年齢とかじゃないんですよ。はい、走り回ってる。若いですけど。多分一番若いです。やりたいことやってる。やりたいこと。どういうこと言うの。出てきてください。この会社で一番若い人です。先生がそう言うんだったらしょうがないな。この前教えたはずなのに。姿勢がおかしいですね。皆さんで見てください。指摘をしましょう。どこがどうなの。見てる。え、言える人間関係ですか。言える人間関係大丈夫ですよね。全然言えないでしょ。全くないでしょ。圧力ないですから。忖度もみんなしませんから。じゃあ言える人2人ぐらいしかない。どうぞ言ってください。指摘してください。はい、人の腰は俺が回ってきそう。いや、褒めてもいいですよ。褒めてもいいよ。褒めてよ。じゃあその女性の、ちょっと肩が入ってる気がします。肩が入ってる。あ、こう前にもうちょっと張ってもいいんじゃないですか。こっち。お、
ね、どんどん言っててください。変わっていくんで、言えば言うほど。はい、肩を張ってください。はい。はい、肩張りました。張りました。肩張るとこうなったんだよね。もうちょっとお腹を。引っ込める感じ。お腹を引っ込めてください。お尻を、かつ、ちょっと上げる。お腹が出すぎてます。お尻が垂れてます。お尻は、お尻は無理だろ。上げられないだろ、これ。肩張ってください。お腹を引っ込めてください。はい、お尻を上げてください。大丈夫です。はい、次。はい、どうぞ。前。前。前になってる。これですか？さっき言った耳を、はい、耳を引っ張ってください。耳を上に引っ張ってください。はい、肩を張ってください。お腹を引っ張ってください。お尻を尻に出してください。はい。他は大丈夫ですか？良くなりました？顔を洗ってください。洗ってください。泣いてますよ。これでいいですか皆さん？大丈夫ですか？はい。これでいいですか？最初より全部良くなった。良くなったみたいです。どうですか？苦しいです。はい、ありがとうございました。OK、はい。ありがとうございました。そう。で、苦しかったです。めちゃくちゃ苦しかった。めちゃくちゃ苦しい。誰ですか、こういう指示。わかりました。じゃあ、味わってもらいましょう。はい。はい、完璧でしょ。え？だって今日受けましたから。どうでしょう。受けたばっかりです。はい、いいじゃん。どうでしょう。首があの外れてんじゃないですか。そうなんですよ。めっちゃ曲がってるって言われましたよ。首が外れてる。さっき言われたことやりましょうか。肩を張ってください。はい、でお腹を引っ込めてください。はい。こう、ケツを上げてください。ケツの筋肉を上げてください。はい、上がるわけない。めっちゃ上がってる。耳を引っ張って上に引き上げてください。どうですか？はい、大丈夫ですかね。苦しいですか？苦しいでしょ。めっちゃ腰が痛い。苦しいっていうのはイコール息苦しいなんですよ。息が止まるところ。こうやってやって止まります。ってなったら止まるでしょ。だから今考えてやってるでしょ。めっちゃ考えてめっちゃ押されてる。初めの方を思い出して、お腹に力を入れるだけで正しい姿勢ができる。はい、何も考えてない。お腹だけのことを考えてない。はい。何も考えてない。いや、考えます。考えないで。はい、お腹ですね。お腹です。お腹だけです。はい。ってなったら、ちょっと呼吸ができるようになるんですよ。うん、あ、確かに。急にね。でも姿勢は変わってない。うん、じゃあ出てきてください。隣で並んで。うん。いいですか？さっきの姿勢ですよ。え、耳を引っ張って。お腹引っ込めて。お尻を上げて。苦しいですか？苦しい。で、ここからお腹だけのことを考えてください。他のことを考えないで。お腹だけ。はい。はい。そしたら、さっきより息しやすいですか？できますね。でも、姿勢は変わってない。不思議じゃないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。OK です。書いてください。そう。だから、息をね、止めちゃうんですよ。やらなきゃいけない。肩を開かなきゃいけないでしょ。お尻を出さなきゃいけない。お腹を引っ込めなきゃいけない。っていうふうに思った瞬間に止まるんです。全部が。というわけで、体の使い方というのは、やらなきゃいけないって思った瞬間に、どれをしてもうまくいかない。だから、スポーツとか、まあ、例えば正しい姿勢がこれですよっていうふうに、私、後からお伝えするんですけど、それをしなきゃいけないことにしてしまうと、もう、気持ちを。で、やりたくないになるんですよ。しなきゃいけない。やります。しんどい。苦しい。で、やりたくない。で、やらない。になって、みんな、三日坊主どころか、一時間坊主もない
3分坊主ぐらいになるから、体の使い方はしなきゃいけないはいらないです。やりたいだけで。そこまで大丈夫ですか？じゃあやりたいことを今からやってみましょうってなると、子供とかだったらもう寝転んじゃうとか立っちゃうとかいろいろしてるんですよ。だから今座って聞いてる状態って結構辛いんですよ。だから立ってる方が楽な人もいるし、寝転んでる方が楽な人もいるし、今こうやってこう座ってる方が楽っていう人もいる。で、自分の楽な体勢って一番何なんだろうっていうのをちょっと1分ぐらい時間あるのでやってみてください。この人たちはデスクワークに向いてます。私たち違う、うん、あじゃあ違う。動く方が向いてます。下から映像出てもらっていいですか？バクギャルちゃんちゃんも動いてる。やっぱりね。やっぱりね。やっぱりね。動く方が好きだもんね。確かに。僕は。動く方が同じ姿勢でいられる。座ってる、もしくは寝転んでる方が同じ姿勢でいられる。お腹って、僕はちょっと申し訳ない。全然大丈夫。全然大丈夫です。本当に寝ちゃうんですけど。本当に寝ちゃう。お腹の中は腸とか入ってますし、生殖器系も入ってますし、さまざまなものが入ってるし、膀胱とか。わかります。ということは、どういうことでしょう。ということは、ということは、大事。大事。じゃあこの辺大事じゃないの？全部大事ですけど。全部大事ですけど。中心？中心？中心です。で、この辺どうだったのかなーって考えると、そもそもなんですけど、首とか頭とか、もともとここにあったんですよ。で、だん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 上に上がる。で、頭になりました。で、手足生えました。っていう順番を覚えてます？さっきの話。お腹から行って、頭まで行って、で、そこから手足生えてます。っていう順番なので、ここの首のところあるでしょ？男性の方は結構今日多いんですけど、この首の神経と睾丸、同じ神経なんですよ。で、それはなぜかというと、まあ、女性も子宮とつながってるんですけど、首と。首がここにあったからです。で、伸びてきたんです。で、しかも、男の人は一回持ち上げてるんですよ。最初、ここについてたの。ここに。一回持ち上げて、中にあったんですよ、お腹の中に。一回持ち上げて、ここにつけて、で、そっから降りてきて、で、外に出たんですよ。往復してます。すごいですね。はい。反応しすぎちゃう。そういう話なんで。ここに、だからね、神経一緒なんです。ここね。なぜそんなことしたのでしょう。うなる邪魔だよね。邪魔する。邪魔ですよ。だいぶ邪魔ですよ。邪魔じゃない。なんでわざわざ持ち上げて、もう一回戻して、で、外にまで出したのかっていう。おかしくないですか？信じてますよね。なぜ？熱が嫌いなんですよね。この中には あるということは、体の中に入れたくない。うん、そうです。外にあるということは、うん、熱が逃げてるんじゃないですか。そうです。うん、おっしゃる通りです。熱だと一緒だ。はい。熱が嫌いなんですよ。でも、生命の動いてるもので、熱を帯びないとやばくないですか？なんで熱が嫌なんですか？生きてる限り熱がある方が良くないですか？何でしょう。わざわざここに持ってきて、
で、また中通って、外にポカン。まあ、どうかちゃうけど。いや、出るとき、本当にグッて出すんで、出ない人もいるんで、中に入り込んでる人いるんですよ。大丈夫ちょっとじゃあ調べてみましょう。してください。すごかそう。犬とかですね。ああ。犬とか出てこない。犬とか出にくい、はい、動物います。なぜでしょう。今通常で言うのは選手は熱に弱いから。そうです。なぜ弱いんでしょう。だってめちゃくちゃ大事じゃないですか。生命のもので。熱を帯びてないということなんです。なぜですか？さらっぱしてる。答えを言うと、菌だらけなんです。どうじゃなくて菌なんですか？イエス。なんで菌じゃないですか？菌だらけ。今流行りの、まあ、今はウイルス流行ってますけど、菌だらけだから、熱。どうしたらいいですか、これ。菌だらけだから、熱がいっぱいあると、死んじゃうんですよ。腸もね、菌がいっぱいあるんですよ。ものすごいいっぱい菌がある。もう難聴って呼ばれる菌を持ってて、しかも神経細胞は1億あります。だから、体の中って菌だらけなんですよ。ものすごく。菌が多いんです。だから、それぐらいお腹って菌がいっぱいある。で、今言ってた、この、お腹にあって、仙骨ができました。で、どうなりましたっけ？上に上に伸びていきました。だから、上に上がっていくにつれて、菌が少ないんですよ。なんかここに菌が入っちゃうと、脳炎とか、風邪ひいたりとか、髄膜炎になったりとか、いろんな病気が起こってくるんです。それはなぜかというと、菌を殺したいからです。炎症を起こさないと、菌がどっかにいてくれないんですよ。戦う力が出ない。だから熱が帯びるときは菌を殺したいときです。あ、だから熱が出るの？そうです。炎症を起こすと菌をお腹に下ろすことができるから。でも考えられない。だから仕事をしようと思ってもできません。ね、考えることはできません。でも生きることに集中することはできる。なんか本来の姿に戻ることができるんです。なんかあの風邪ひいたことありますよね。風邪ひいた時の体のしんどさってあるじゃないですか。あれぐらい考えなくていいよと。普段。なんかお腹の力を使って何にも考えずに本当はどんなことをやりたいんだろう。いうことをパフォーマンス高めるために熱が出てる。忘れちゃった時のために。だから、疲れた時って風邪ひきやすいじゃないですか。だから本当にやりたいことがわからなくなった時。で、頭を休まして、菌を殺して、本来のお腹のやりたいことだけを考える。で、休んでる間に、あ、こんなことやらなきゃな、やりたかったなっていうのを落ち着いて考えるためにしんどくなってるんですね。だから怪我も一緒です。だから本当に動きたかったこと、こうやりたかったことを、例えば、まあ、テニスやりたいんだけど、痛くてできない。っていうときは、チャンスなんですよ。本当はもっと上手にできるはずなのに、この人動き下手だよねっていうのを言ってくれてるんです。もう、じゃあ本当に。だからもっと上手いのに、ちょっと上手いになってるんですよ。だからもっとできるんですよ。もっとできるんですよ。やっぱりね。そう。なのに、変な使い方するから、さっきみたいに、こうやって、これで足止めて、こうやって打ってとか、こんなことするから、痛くなるんですよ。やめてって、このままお腹引っ込めて、このまま打てばいいのに、こうやって出して打っちゃうから、痛い。これは物質的に痛みを発してるわけじゃなくて、使い方変だよっていう痛みなんですよ。
痛みって別に痛めたから痛いわけじゃないんですよ。どんだけ変形しても、どんだけ怪我しても、別に痛くない人は痛くないんですよ。だけど、痛いっていうことは向上できるところ。で、もっと上手くなれるところなんです。で、本来の力はもっとパフォーマンス高いってことなんです。だから、やり直してください。首が痛い人はもっと素晴らしい姿勢でもっと素晴らしいパフォーマンスを世のため、人のために使えるのに、痛いってことは全然あなた体使えてないんですよ。っていうことの表れなんですね。だから、もっと楽に、もっと楽しく、もっと元気にお仕事も自分の人生も過ごすことが必ずできるってことなんですよ。痛いところとかしんどいところがある。だからそれを見直すために使い方の練習をします。いいですか。で、ソファーとこの、まあ、椅子、どこでもいいので手をついてください。どういう立って。立ってね。手をつく。好きな高さでいいですよ。やっぱピアノ好きですね。持って帰ろうかな。どこでもいいです。あ、座ってもいいです。座ってください。いいですか？つきましたね。みんなつきましたね。そしたら、全く姿勢を変えないで手を離してもいいです。そう、え？手を離して、そう、一人できました。あ、二人できました。あ、できてます。あ、できてます。大変。めっちゃ辛いですね。まだ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 辛いですか？大丈夫。辛い。あ、大丈夫な人もいる。だんだん楽になってきた。そう、辛い。で、今辛い人は、はい、もう一回、状態を起こして。今辛かった人は、今よりも、もっとお尻を引いてほしいので、足を後ろに一歩出してください。で、手をついてください。離してください。これは全然ダメだね。大丈夫。OK、ね。OK です。起きてください。今ね、こうやってやって、手をついてって言うと、皆さん、足をまっすぐ揃えて、ゴルフみたいな感じでこう、つきましたね。そうですよね。でも、縦にしたら、ものすごい楽なんですよ。もう一回やってみて。こう、このままこう、どう、まあ、腰がしんどいという人もいるし、首がしんどいという人もいる。縦にしたら、楽さで全然違う。これをね、体が左右違うからです。真っ二つに分かれて、全く同じ、例えば臓器が入ってるとか、背骨の形が全く一緒とか、そういうのないんですよ。もう全然左右違うんです。だから、交差した方が楽です。縦に出した方が楽です。で、もう一つの理由があって、骨盤っていうのは、横から見ると、必ず前傾してます。それは、四つ足動物の頃があったから、前に前傾している状態から起き上がってますので、この状態が基礎なんですね。この角度。で、人間の二足歩行で、ベストなこの前傾角度は 23.5 度。はい、23.5 度してください。はい、23.5 度してください。結構な角度。30度でもなければ20度でもない。23.5 度。目印あります。目印あります。この角度は、前傾角は地球の地軸と一緒です。地球儀の角度を思い出して。そうです。23.5 度。思い出して。結構傾いてます。これがまっすぐ。まっすぐの姿勢がこれです。これぐらい。今の姿勢ぐらい。で、この角度に、この内臓が全部作られてます。子宮の角度 23.5 度。膀胱の角度 23.5 度。腸の角度 23.5 度。で、決まって作られてます。
なんだ、そう。だから、これ起こしちゃうと、全部内臓下がっちゃう。したりとか。23.5 度にして立ってると、一番ベストの内臓の高さになります。いいですか？それだけ OK。でも、しんどくないですか？うん。めっちゃしんどいでしたよ。なぜ、さっき言ったことを思い出したんですか？後ろに聞いてください。そしたら、23.5 度になってるから。そう、自分の一番歩幅の、自然な歩幅の位置。スッと足引いてもらって、この斜めのラインに合わせる。このライン、後ろの足のラインに合わせる。そうすると、ほぼ 23.5 度になってます。そうです。はい、顔上げて。はい。結構ね、前姿勢っていうと、皆さん、めちゃくちゃ下向くんですよ。お金探してんのかなのレベルで、こんな感じ。なりますよね。それはね、四つ足動物の頃を忘れたんですよ。というわけで、これから四つ足歩行で歩きたいと思いまーす。というわけで、歩いてください。どうぞ、ひろこさんから。どうぞ。四つ足？はい。こう？うん、そうそうそう。みんな見ててね。どっち？あそこ、あの角のところがゴールです。え、ちょっと待って、こうかな。こうかな。え、こう？違う、こうやって、こうやって、こうだ。こうだ。あ、はい、はい、次です。はい、はい、ゴールはあそこです。座っててください。はい、どうぞ。考えたよ。こう、ちょっとね。え？猫を思い出したら考えない。はい、次。どうぞ。お、いいじゃない。人間じゃないやつ。どうぞ。あれだよ。上手だから。今の上手だったね。待って、どうやって走ってるかなと一生懸命。走ってください。はい、走ってください。こうやって走ってください。はい、座ってください。猫みたいにあるの。ランプ。はい、座ってください。はい、はい、はい。一緒だな。うん。今結構似たような。しましたね。今ね、真似すると、こうやってね、足をこうやって動かして、こういう感じの人が多かった。うん、思い出してください。全然話聞いてます？骨盤があって、背骨があって、頭の方に行きます。その方向に進みます。で、そこから、手足入りましたという順番で動かしてください。後ろ前にってことです。着きました。わかります？後ろ前に出したら手が前に。そうです。これなんか見たことないですか？そうです。よーい、いくよ。そうです。これです。四つ足の基本の姿勢。こうして、こうして、足もそうです。手と足固定してると思いません？手と足動かしてないけど、お尻だけ動いてません？で、スタートの時に、お尻から行くもんね。こんな動かし方なんですか？手と足同じ、ずっと同じ位置。お尻から頭、お尻から頭、これの延長でこうやって動く。すぐ荒れてない。このままお尻を上げていくと勝手に足が上がります。はいはい、でそのまま前、お尻上がります。
頭の方に行きます。うん、前。両方一緒。手と足と一緒なんだ。アイスは取りたいなってみて。私知ってたんだけど。できるよ。ちょっと。用意から始まるのよ。用意。うん。そう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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、すごいいい感じです。今の動き方が基礎なんですけど、誰でもいいんですけど、どうしよう、なんか筋肉たくましそうなんで、ちょっと出てきてもらっていいですか。座る姿勢ね、椅子がない状態でやってもらっていいですか。お、なんか一番たくましいかなと。いやいや、たくましくたくましくない。今座ってます。そうです。そう、結構辛くないですか。椅子がないと結構です。結構すごいですね。椅子にめちゃくちゃ頼ってますよね。はい、頼ってますよね。で、足がしんどいですよね。はい、だから足がなかったらもう座れないですよ、うん、でも足がなくても座れるんですよ。で、足を浮かせるためにおんぶしましょう。おんぶしたら、だって足も結構重いですよ。重いし、座る姿勢に近くないですか。あー、そっか、足がこう。ちょっと、どうぞ。はい、じゃあ、そう、なるでしょ。で、私から離れる。離れて。離れて。こう。で、手も離してほしいんですよ。もうちょっと前傾で。で、胸を離して、で、手を離す。あ、そう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 。ここのバランス、ちょっと前傾姿勢の方を意識してもらった方が、本来の座り方なんですよね。だけど、こうなると、そう、もう手が離せないでしょ。これが肩凝りの。だってしんどいやん、これ。でも足離す。足を離したから分かったけど、足が地面についてたら気づかない。そう。本当はしんどい格好で毎日仕事してる。そう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 。離して。私から離れて。何しんどい。私から離れて言われるの。で、本当だ、乗ってるじゃん。そう、乗ってる。で、足は浮いてて、で、内もも、そう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 、馬に乗る姿勢と一緒。内もも締めて。だと、私も別に離して大丈夫。骨盤と骨盤の角度が合ってれば、この骨盤だけで座ることができる。なんか座る姿勢って骨盤だけで座れるんですよ。足も別に浮かしてても、全然大丈夫。じゃあ座る姿勢してくださいって言ったら馬に乗ってるみたいな感じでここで乗ればいいんですよ。足なんか関係ないです。あらもそう。やばいやばいな。手離す、手離す、手離す。ここな結構バランスが取れてる。手離して。結構前です。大丈夫。下の人も手離して。感じ。
じ。乗ってる感じ、上に乗ってる感じ。で、もうちょっとだけ前に倒して、はい、パソコン。はい、パソコン。きついな。はい、パソコン。はい、1個終わった。はい、休憩。はい、パソコン。はい、休憩。はい、パソコン。休憩。机、低くしちゃうんだね。ちょっと、そうですね。肩の自分の高さ。そうだな。肘のラインに合わせるような感じ。それが一番楽です。で、画面は自分の目線よりちょっと高めの方がいいです。結構高いですよね。理由はこの四つん這いの姿勢とこの姿勢と一緒の目の高さにしてやる。こういうライン。こういうラインです。だってこうしてるのおかしいでしょ。こうやってあることおかしい。でも大体の姿勢ってこうやって座ってますよ。ああ、そうですね。こうなってる。でもこれ四つん這いにしたらこうなります。そうです。四つん這い。あの机に手をついていただいていいです。それで言うと、はい。てか、椅子を後ろに引くとか。で、しんどい人は、言ってたように、足を一歩ずらす。両方の足はしんどいよ。だから、こっちにしたり、こっちにしたり。そうすると、ずっと同じ姿勢で、これはね、ちょっとシンプル。こうなってくる。吉田さんピアノですよね。うん、ピアノ。これはこれが嫌いだな。いいですね。そうです。その姿勢をちょっと今日はお伝えしたいなと思って来ました。なので、お腹の始まりの話から頭の方に向かって体を使うということ。で、だからこそ前傾姿勢。そうですね。で、一番大切なことは、頭で考えちゃうと体固まります。だから、考えないでリラックスしたら、必ず一番ベストな姿勢になります。だから、息をふーって吐いて、何も考えない。で、やった時の姿勢が一番その日のベストな姿勢になりますので、一回力抜いて、何も考えない。お腹のことだけ。っていうふうにすると、全部の力が抜けてお腹だけになる。だからそれは崩れても大丈夫なんですよ。さっきみたいに寝転んでても大丈夫なんです。だから崩れてるからダメな姿勢じゃなくて、それが自分の今日の一番のベストの姿勢だから、それをね、否定することはない。こんなんなってしても全然大丈夫です。本当に全然大丈夫。要するに、こっから歩き出そうとするから、うん、前傾していけるってことですね。あ、そうですね。そうです。じゃないと、足から行ったら、こうなっちゃう。そうですね。ここから歩き出そうとすると、やっぱりこういうふうにしてならず、うんうん、足が後からついてくる。で、お腹に力を入れてる状態で、骨盤から頭の方に向かって進んでいきます。方向性だけ持っといてもらっていいですか。あの、探しながら歩いてるんで、徘徊時差みたいな。下みたいな。歩くからちょっと探してるんだ。で、今日はこれでおしまいです。質問あればお答えします。はい。あ、いや、あのね。